価値多元主義とは、倫理多元主義、または、道徳的多元主義の名称でも知られるが、哲学的倫理学における一つの考えである。すなわち、同等に正しく、根本的な複数の価値が存在していて、それらが互いに矛盾し合うことがあり得るという考えを、言う。加えるに、多くの場合、価値多元主義は、このような五感ではない複数の価値概念、または、 価値観が重要性の見地において客観的な序列を持たないという意味において通訳不能、インチョマンサーブル、案であるということを前提としている。価値多元主義は規範倫理学的理論すなわち価値観の集合それ、事態というよりむしろメタ倫理学における理論である。価値多元主義の理論を説明する初めての本格的な研究を執筆し、 学会の注目を集めさせた人物と目されているのが、オックスフォード大学の哲学者、関連子屋であるアイザイア・バーリンである。勝値多元主義は、道徳的相対主義と、道徳的絶対主義の双方に対し、オルタナティブな思想である。勝値多元主義の例としては、修道女として、道徳的に生きることと母親として、道徳的に生きることを同時に行うことはできないが、しかし、 いずれが望ましいのか、純粋に合理的な計測基準は存在しないということが挙げられる。このゆえに、道徳的な決定は、しばしばどちらの選択肢を取るべきかについて、一切の理性的な計算によらず、根源的に選択することを必要とする。価値多元主義は、多元主義が差異を認める範囲を限っているという点において、価値相対主義と異なっている。 価値多元主義が異を認めるのは人間の死活に関わる必要が侵害された場合などである。ウィリアム・ジェームズが1891年に行った講演の記録であるエッセイ、道徳哲学者と道徳的生活にはバーリン的な価値多元主義の先駆的発想が見られる。ジェームズは以下のように書いている。とはいえ、実際に提案されてきた全の計測基準のうち、 一般的に満足できるものは何一つ存在しなかった。様々な理念は、それらが理念であるという一点を除くと共通した性格を備えていない。どんな単一の抽象的原理を用いても哲学者に対して科学的に正確かつ真に有用な決議論的基準のようなものを提供することはできない。ヨゼフラズを含む多数のものが価値多元主義を解明し、 擁護する研究を推し進めた。価値多元主義に対する重要な批判は、バーリンの学生であった哲学者、チャールズ・ブラッドバークによって提起された。価値多元主義に対する別の批判者で、近年著名なのは、ドナルド同ンである。彼は、一元主義から出発して、自由主義的な平等の理論を連成しようと、試みている。ありがとうございます。